遅いな。なんでまだ来ないんだ。ああ、噂をすればってやつだね。ちょうど今、まだ来ないのかって考えてたところだったんだ。安心して。ドリンクもスイーツもたくさんあるから。今日は私のおごりだし、好きなものを頼めばいい。何しろ、今日は相談に乗ってもらうことに対しての埋め合わせでもあるんだから。でも、今日はアフタヌーンティーを楽しんでいる人が多いな。私たちは立って話すしかないかもしれない。うっ、そんなにわかりやすかったかな。油断してた。さすがの心の広さだね。世界を見てきただけあるよ。なんだか申し訳なくなってくるな。何から話せばいいのか。確か、あんた、それから美月と炭鉱は、請求列車に乗ってベロブルグに来たんでしょ？実は、聞きたいことがあって、あんたたちの列車って、新しい乗客を歓迎してる？そうだよね。ほら、私がここに残ってもやることがないからさ。どうせからくり工房で設備を直したり、ギターの練習をしたりするだけじゃないか。ライブの雰囲気は確かに悪くないけど、来るメンツは大して変わらないし。それに、私は研究をしていた身だから、新しい世界を探索するっていう絶好の機会が目の前にあるのに、ワクワクしない方が無理だよ。ベロブルグは狭いし、何年もいたら飽きると思わない？そっか。じゃあ、この件はあんたに任せた。この頼みがすごく急でわがままだってことは分かってる。先にあんたに謝っておくよ。はあ、いいって言ってくれて本当に安心したよ。セイバルは帰ったし、姫子にメッセージを送って彼女の頼みについて聞いてみよう。ベルトやパムに聞いてみるのもありかもな。誰に聞こうか。パムにメッセージを送ってみよう。姉さん、ブローニャ様のところに行って話をしてくれ。これはブローニャ様直々の招集なんだ。ああ、わかった。考えておくよ。ああ、ちょうどいいところに。もう返事が来たの？君、いいところに。姉さんを説得してくれないか？やっぱりこうなるのかな。
状況も何も。姉さんがシルバーメインに戻りたくないのは分かっている。だがブローニャ様は姉さんの才能を高く評価されている。あのお方は姉さんにはベロブルグの復興に貢献できることが多々あると感じておられるんだ。だから僕は姉さんにこの話をした。いずれにしても一度はお会いしてくれ。はあ、分かったよ。一度クリフォト城に行ってブローニャに私の考えを包み隠さずに伝えればいいんだろう。ごめんね、私は先に失礼するよ。戻ってきたらまたそっちの話を聞かせて。姉さんはずっとあんな感じの性格なんだ。ああすまない、さっきは姉さんとの話に夢中になっていて事情を説明するのを忘れていた。君も知っていると思うが、昔姉さんはシルバーメインの技術部の研究グループでリーダーの一人を務めていたんだ。彼女の研究テーマは性格だが、姉さんは性格の研究にとどまらず機械工学など他の分野にも精通している。守護者になられた後、ブローニャ様はすぐに姉さんのことを思い出されたんだ。あのお方はベロブルグの再生のために姉さんを呼び戻し、再び技術研究の仕事についてほしいと考えておられる。だが君も先ほどの姉さんの態度を見たはずだ。城に行っても思わしくない結果になったり、まずい騒ぎを起こさないとも限らない。いや、そんなに単純な理由ではないのかもしれない。僕の直感がきっと係屋様に関係があるのだと告げている。ああ、だが、いや、これは僕の憶測に過ぎない。それに僕は昔から姉さんの考えを推し量るのが苦手なんだ。君は姉さんと仲がいいようだから機会があれば直接聞くといい。だが正直に言うと、僕も毎日クリフォト城にいて仕事机の前でため息をつく姉さんの姿は見たくはない。姉さんの性格なら君たちと一緒に旅に出る方が合っているだろう。彼女の知識欲と好奇心から考えるとベロブルグはあまりにも狭い。姉さんとブローニャ様の話がどうなるのかやはり気になる。もし君に時間があるのなら、クリフォト城の前で一緒に姉さんを待たないか。まだ話し合いは終わってないようだ。争いになっていないというが、やはり中に入って様子を見てみよう。セイバルさん、あなたの考えは理解した。私はあなたの選択を尊重する。今回のように理由もなくあなたの意思を汲み取らずに要求するのは確かに間違っている。あなたに謝らなければ。このことは忘れてほしい。そんなこと言わないで。ブローニャ、あんたはもう大守護者なんだから、こんな些細なことで。それに個人的な理由でベロブルグの再建に力を貸すことができないんだから、私の方が謝るべきだ。分かってる、セイバル。だってあなたとお母様は。ごめんなさい、わざとあなたの嫌がる話を掘り返したわけじゃない。ただこのことについて直接あなたに確かめなければと思っていたから。このギターはお母様の残したものの中から見つかったの。生前のお母様は音楽が好きだとは決して言えなかった。だからこのギターはあなたに関係があると思って。カカリア、どうしたの？いや、なんでもない。これは確かに私のものだよ。いや、正確にはカカリアと私のものだった。
ブローニャ、あんたさえよければこのギターをからくり工房に持ち帰ってもいいかな。もちろん構わない。きっとこのギターには物語がある。でも個人的な話だろうから、これ以上追求するつもりはない。セーバル、あなたの旅が楽しいものになるように願ってる。機会があったら忘れずに帰ってきて、みんなに会って。必ずそうするよ。ありがとう、ブローニャ。私とブローニャの話、全部聞こえていたんでしょ？あの子があそこまで寛大だとは思わなかったよ。私を引き止めるような話もしなかったし、まさか彼女が私を呼び出したのはこのギターを返したかっただけ？その可能性もあるだろう。ブローニャ様は人の心を読むのに長けておられる。あのお方はよほどの理由がない限り姉さんがクリフォド城に立ち入ることはないとご存知だからな。何年も経ってからこのギターを再び見る日が来るとは思わなかった。まさに腐れ縁だよ。僕の知っている限りでは前任の大守護者様にそのような趣味はなかったはずだ。このギターについて話すと長くなるよ。まだ士官学校に通っていた頃、私とカカリアは問題児として有名だったんだ。二人で奇妙な発明ばかりしていたからね。新技術の無限の可能性を探求するなんて言いながら、このギターはその時に作ったもののうちの一つなんだ。カカリアが名付けたんだけど、スーパーエレクトリック演奏機、通称エレキだよ。何？信じられないってわけ？想像もつかないでしょ。カカリアも昔は熱血なやつだったんだよ。今聞くと長くてバカっぽい名前だけど、当時は結構気に入ってたんだ。すごくロックな感じがしない？長い話になると思うから、続きはからくり工房に戻ってからにしよう。ついでに二人とも荷物の整理を手伝ってくれないか？このメロディーは確か姉さんが作った曲じゃないか？ほとんどの人にはウケないスタイルだと思ってたけど、どうやら少しはここに痕跡を残せたみたいだね。よし、もういい時間だ。帰るよ。はあ、やっぱり家が一番だね。外にいるとなんだか落ち着かないよ。ジェパード、手を貸してくれる？お姉さんの荷物をまとめるのを手伝ってよ。僕に拒否権はないんだろう。この部屋見ているだけで頭が痛くなる。はいはい、これが最後だって保証するから。私が彼と列車に乗ったらいつまた帰ってこられるかわからないんだよ。この先はもう荷造りを手伝いたくてもチャンスがないかもしれないじゃないか。わかった、手伝おう。あんたはもう十分助けてくれたから、そこら辺を適当に見たり少し休んだりしてて。姉さんのもの、僕よりもぐちゃぐちゃじゃないか。ジェパード、荷物をまとめるのに集中してる。ああ、それは母さんに送ろうとしていた手紙で、まだ書き終わっていないんだ。そんなプライベートな内容じゃないから好きに読んでいいよ。今も父さんと母さんに手紙を書いているのか？母さんにしか書いてないよ。父さんと仲が悪いのはあんたも知ってるじゃないか。姉さん、もし本当にベロブルグを離れるのなら、
やはり出発の前に一度家に帰るべきだ。わかってる。考えておくよ。ああ、それはうちのかわいいかわいいリンタンが初めて科学観察に出かけた時に送ってきた植物標本だ。でも、なんて名前の植物だったっけ？ちょっと思い出せないな。雪サボテンだろ。ついでに言うと、リンタンとはランデュー家の一番下の妹のことだ。ああ、そうそう、雪サボテン。私の記憶力ってばダメダメだね。これはここで唯一生きているように見える植物かもしれないな。あんた、人のこと言えないでしょ。言ってて恥ずかしくないの？ともかく、この標本は大切な思い出の品だから持っていこう。言ってくれて助かったよ。それは、ああ、そうだ。シルバーメインデザインの携帯用ストーブだよ。もう壊れてるんだけどね。祖先であるランダル様が残した家宝じゃないか。少しは大切にするべきだろう。私も大事にしようと思ってたけど、骨董品はね、使いにくいけど壊れやすい。それに直しても報酬をくれる人はいないじゃないか。ああ、そうだ。あんた、前に私から機械の修理を習いたいって言ってたよね。この骨董品を使って練習するっていうのはどう？また始まった。やめてくれ。過去のことは思い出したくない。これの原理は、初めてからくり工房に来た時に修理したものと同じだよ。見ればわかる。それじゃあ頼んだよ。報酬としてこの骨董品の物語を聞かせてあげるから。ちょっと、そんなに嫌そうにしないでよ。考えてみて。初めてここに来た時も、最後も機械の修理を手伝う。始まりと終わりが一緒なんてロックだと思わない？すまないが、姉さんに付き合ってやってくれないか。おお、キビキビしてるね。さすがだよ。さっき約束した通り、この小さなストーブに秘められた物語を聞かせてあげる。ストーブの持ち主は私たちランドゥー家の祖先で、名前はランダル・ランドゥー。彼女は700年前にベロブルグの防衛戦で活躍した英雄の一人なんだ。記録によれば、決戦の時彼女はシルバーメインを2体率いて、城下で敵軍と4日間も昼夜を分かたず戦ったらしい。当時の新聞の切り抜きがまだ残ってるから、機会があれば見せてあげるよ。その可能性は低いだろう。700年前の出来事なのに。姉さんの話を全て信じるな。仮に切り抜きが本当にあったとしても、すでになくしているに違いない。切り抜きが重要なんじゃない。あんたに教えたいのは、ランドゥー家は多くの才ある人物を輩出してるってこと。自分の選択とベロブルグの市民に対して責任を持つ。これが絶えず突き進むランドゥー家の者の原動力なんだ。そこまで気になるんなら教えてあげるよ。このギターはずっと前に係屋が私の誕生日にプレゼントしてくれたものなんだ。図面は私が描いたけど、原材料の中には高価で珍しいものもあって、なかなか制作に踏み切れなかった。カカリアが図面を形あるものにしてくれたんだ。厳格かつ迅速に、言ったことは必ずやる。あいつのスタイルはずっと変わらなかった。あの頃は私たちの友情はずっと続くと思っていたよ。姉さんへのプレゼントなのに、どうしてカカリア様の元にあったんだ？あんたが知らないのも無理はないよ、弟。
当時の私たちは大の仲良しで、いいことは全て共有していたんだ。同じ寮の部屋に住み、毎日一緒に学校に行って、一緒にご飯を食べて、一緒に退屈な時間を過ごして、たまに音楽について語り合った。あいつは音楽に関しては素人だったけどね。その関係は完全に縁を切る前まで続いた。仲違いするその日まで、彼女の元には私たちが共有していたものがたくさんあった。私はずっと期待していたんだ。いつかカカリアがこのギターを返しに来てくれるかもしれない。その日が来たら、私たちの仲違いを過去のものにできるかもしれないってね。今思うと、あまりにも純粋な考えだったな。もしかしたら、あいつはとっくにこんなものがあったことを忘れてしまっていたのかもしれない。これがあんたも知っているカカリアだ。永遠に全ての人の前を行き、一度も振り返らず、私を、私に関する全ての記憶を捨て去った。あんたもそう思う？姉さん、通り過ぎた過去のことは気にしない方がいい。ああ、また重たい話になっちゃった。ダメだね。もっと面白い話をしよう。弟、知ってる？あんたが持ってるギターケースも、それに私の大切なギターも、このスーパーエレクトリック演奏機が元になってるんだよ。それが僕にも関係があるとは、奇妙な縁だな。よし、これで全部できたはず。やっと片付け終わった。この荷物の量は士官学校を卒業した時と同じくらいはあるかな。大変だった。それと姉さん、僕はもう一度聞きたいんだが、姉さんは本当に開拓者と一緒にベロブルグを離れるのか？もちろん、こんなチャンスは人生で一度きりなんだから逃すわけにはいかないよ。どうしたの弟？あ、わかった。お姉さんと離れ離れになるのが辛いんだね。僕はコメントを控える。姉さんに余計な負担をかけたいわけじゃない。でも姉さんがここを立つ前に最後の頼みがある。近々自衛隊を率いて仮想部のボルダータウンに向かい、現地を視察する予定があるんだが、その任務に同行してほしいんだ。ん？負担をかけたくないって言わなかった？舌の根も乾かぬうちに任務に同行してくれって。はあ、分かったよ。お姉さんと一緒に過ごせる残りわずかな時間を大切にしたいんだね。違う。仮想部には古いエネルギー中枢が多くあると聞いたんだ。ベロブルグで中枢を徹底的に検査できるのは姉さんしかいないだろう。ここを離れるという気持ちが変わらないのなら、せめてその前に人々の手伝いをしてほしい。こんな時まで人々のことしか考えてないんだね。まったく言葉が出てこないよ。いいよ、手伝ってあげる。これがランドゥ兄弟の最初で最後の共同作業だ。ありがとう姉さん。それに君も、もし時間があるなら共に来てくれないか？君はベロブルグを救った英雄で、仮想部での人望も厚い。君が同行してくれるのなら、シルバーメインが再び仮想部に常駐することへの反感も減るだろう。ありがとう。シルバーメインの準備ができたら連絡する。ふう、疲れた。今日はここまでにしよう。二人もいろいろありがとう。あんなにお茶を飲んだのに
うしてこんなにもう眠くなるんだろう。来たか。同行してくれて感謝する。大部隊は後ろで控えている。交渉が順調にいけば団が隊を率いて下層部に来ることになっているんだ。団は非常に優秀な士官だから誠実で誰かに媚びたりはしない。シルバーメインの模範となる人物だ。君、まさか彼のことを忘れたのか。彼は前にシルバーメインキンクで君と姉さんにボコボコ、ああいや、制圧され、長い間気を失い、その後やっと目を覚ましたんだ。ただ言えるのは、君たちが手加減をしてくれたおかげで彼は大怪我をせずに済んだということだ。それは最良の結果と言えるだろう。気に病む必要ない。この後遅延のボスと交渉を行う。今日の中で最も重要な予定だ。姉さんは諸事情で少し遅れたが支障はない。出発しよう。ん？待って、信頼できない人間だと思われるのは心外なんだけど。姉さんは普段から時間にルーズだが、今回は特別な理由があったから責めるのはよそ。長い間両親に会っていなかったんだ。少しでも多く話せたならよかった。そんなに話せてないよ。あんただってわかるでしょ、父さんと話すと腹が立ってくる。おおむね理解した。だが今は怒りを収めてほしい。出発の時間だ。話し合いの場所はボルダータウンにある診療所だ。僕と姉さんにとっては初めて訪れる場所だから、君に道案内を頼みたい。下層部の様子は僕の記憶と少し違うな。なんだか見てる人の視線があまり友好的じゃないような。おお、見てみろ、この小さな診療所でこんな光景を見ることになるとはな。またお会いしましたね、オレグさん。そんなにかしこまらなくていい。ああ、お前はまだ知らないんだったな。先日、守護者の就任式の時に少し話をしたから、一応顔見知りなんだ。しかし、こちらのお嬢さんは？私は、元技術部の技師で、ジェパートの実の姉なんだ。よろしく、ボス。一気に賑やかになったな。悪くない。ちょうどお前もいることだし、話し合いが終わったら一緒に飯でもどうだ。今までちゃんともてなせていなかったことを、ナターシャもずっと気にかけていたんだ。至極光栄です。しかし、おっしゃる通り、先に話し合いを行いましょう。ここは人の行き来があって話し合いに向かない。診療所の中で話そう。ナターシャも待っているしな。二人は兄弟だったの。若いのに優秀なのね。さすがベロブルグの受衛官だ。下層部の面々がシルバーメインを非難することを考慮し、開拓者の人望でそれを和らげようと考えたんだな。その通りです。ブローニャ様は終始そのことを気にかけていらっしゃいました。隔絶されていた年月の中で、下層部の人々がシルバーメインに対して大いに不満を貯めてきたのは分かっています。大守護者様の名のもと突然下層部を管理下に置こうとすれば、必ず反感を買うでしょう。本当にいい分析だな。その若さで受衛官になれたのも納得だ。つまり獣衛官さんはこの機会に遅延を懐柔することで下層部でのシルバーメインの印象を良くしたいと考えているのね。
はい。聞こえのいい言葉を使わなければ、私たちの目的はまさにその通りです。じゃあいくつか質問をさせてもらうわ。もし遅延が下層部を十数年もの間放置してきた君たちに力を貸すつもりはないって言ったらどうするのかしら。力ずくで私たちを屈服させるの？うーわー、バッチバチだね。彼女何者？はあ、先代の大守護者様の独善的な策は上層部と下層部の断絶を招きました。その結果、本来一心同体であったはずのベロブルクの人々は互いに疑念と恨みを抱くようになってしまっています。ブローニャ様はその断絶を修復し、シルバーメインに対する信望を新たに確立したいと考えておられます。しかしそれは私たちが横暴な方法で下層部を奪い返すという意味ではありません。民間組織である遅延は下層部の秩序を十数年にわたって維持されてきた。それは決して容易なことではなかったはずです。皆さんが下層部の安定のために注いだ心血は常人の想像を超えるものであったと思います。シルバーメインは決して功績や権力を奪いに来たわけではありません。お二人に保証します。すぐに下層部の住民の信頼を得られなくとも、まずは遅延の助けとなり下層部の安定の維持に協力したいと考えています。私たちは信頼を再構築し、一致団結を成し遂げ、安定したベロブルグを再建するために行動しているのです。信じられない、ジェバードがこんなに賢い話をできるなんて。いい回答ね。オレグ、どう思う？試すのはここまでにしよう。答えは明白だ。俺たちの目的は一致している。一致団結し、安定したベロブルグを再建する。この兄弟にブローニャのお嬢ちゃんがいれば、おとぎ話で終わらずに済みそうだ。分かったわ。ブローニャに伝えてちょうだい。遅延は治安業務の引き継ぎのために全力で連携するわ。ただ下層部の複雑な状況を考慮して、予想外の出来事に対する準備を。モンスターが劣界、劣界のモンスターだ。劣界のモンスターが町に向かってきてる。まずい、トラブルが起きたようだ。ナタシャ、お前はここに残って病人の看病をしろ。外の騒ぎは俺たちに任せるんだ。ええ、下層部の安全はみんなに任せるわね。みんな外に飛び出していった。状況を見に行こう。みんなお願いだ、俺の仲間を助けてくれ。モンスターが校区に侵入したんだ。お願いだ、俺の仲間を助けてくれ。じゃないとあいつらモンスターたちに殺されてしまう。慌てなくてもいい。我々シルバーメインが必ず下層部の住民の安全を保証する。君たちはどの方向から来たんだ？大黒だ。特別でかい鉱脈がある。分かった、心配は不要だ。すぐにシルバーメインを手配して被害に遭った者の捜索と救助を行う。オレグさん、コークでの捜索と救助はシルバーメインにお任せください。ボルダータウンの防衛に関しては遅延にお任せします。前線から帰還した負傷者を受け入れながら後方の安全の確保を行ってください。確かにお前には司令官の素質がある。承知した、任務は完遂しよう。そうだ、お前のところの新兵たちはまだ下層部の地形に詳しくないだろう。遅延からも何人か前線に向かう者を派遣しよう。本当にありがとうございます。オレグさん、孫悟の名のもとに全ての命を救うため尽力するとお約束します。僕は部隊を率いて先に大航空に向かう。二人もできるだけ後に続くように。あの人たちを前にして
何も口を挟めなかった。職務を果たす軍人、力の限り戦う民間の戦士、それに比べたら私は全然ロックじゃない。急に私の葛藤が幼稚に思えてきたよ。それもそっか、こんな考えが浮かんでくるのは暇な時間が長かったからかな。ただ他の人が生きることに命を懸けている、それなのに私はここから逃げようとしてるから少し違和感を感じちゃって。あ、まさかジェパードは罪悪感で私を引き止めようとしてるんじゃ。確かに、とにかく弟の頼みにうなずいてここに来たんだから少しは役に立たないと。モンスターたちを思いっきりしびらさせよう。あんたは大航空までの道を知ってるんだよね。準備ができたらジェパードの後を追おう。その言葉を待ってた。行こう。各歩兵に次ぐ陣地を守り、歩兵部隊たちの進行方向に対して弾幕による支援を行え。ここの地形は狭い。歩兵部隊は2列編成の陣形を取れ。この絵は前に、狙撃手は後ろに。負傷者の避難を優先しろ。急ぐことは厳禁だ。それを忘れるな。はっ。あ、来てくれたのか。準備をしてくれ。これから歩兵部隊と連携を取りながら航空の深くまで向かう。もちろんだ。事態は緊迫している。信頼している参謀に指揮を任せるつもりだ。目標がはっきりしている上に地形もそこまで複雑ではない。僕の部下は経験豊富だ。指揮のミスは心配しなくていい。その軍の指揮には詳しくないんだけど、最高指揮官ともあろうものがそう簡単に前線に突っ込んでいっていいの？今回はシルバーメインキンクの時の状況とは違うでしょ。私と彼で道を切り開くよ。音、ジェパード、あんたはやっぱり後方にいた方が。心配してくれてありがとう、姉さん。だが僕の判断を信じてほしい。僕はオレグさんに全ての命を救うために尽力すると約束した。言ったことは必ず成し遂げなければならない。あんたは一度決めたらてこでも動かないよね。分かったよ、弟。出発しよう。シルバーメインと遅延のために道を切り開く。非戦闘員は速やかに航空の端に退避するんだ。すでにシルバーメインが防衛戦線を敷き、君たちの安全を保障している。烈海のモンスターが向かってきた。どうする、ジェパード？もちろん倒す。人々の援護を行う。大して強くはない。だが警戒は怠るな。ここはもう安全だ。前に進もう。ジェパード、見て、前に甲府の臨時避難場所があるみたい。あなたたちがシルバーメイン。そうだ。私たちは遅延と協力して戦いに巻き込まれた甲府の救助を行っている。君たちの他に非戦闘員はいるか？シルバーメインと遅延が協力？この先に女の子が走っていったわ。私の兄弟も後を追って行ったけどまだ戻ってこない。わかった。私たちが彼らを連れ帰ろう。シルバーメインと遅延はすでに橋に防衛線を敷いている。君たちは先にそこに向かい避難するんだ。ありがとう。あの子と私の兄弟をお願い。まずい、モンスターがこっちに来ている。戦闘は私たちに任せるといい。君たちは早く逃げるんだ。分かった。助けてくれてありがとう。
このまま進んで子供と甲府を探そう。なんだか少し寒くない？子供たちが危険な目に遭っている。早く行こう。君たち、ここは危険すぎる。早くコークの橋に向かうんだ。そこでシルバーメインと支援が保護してくれる。分かった、ありがとう。チノ、お姉ちゃんの手をしっかり掴んで、ここから離れるよ。ここ寒いし怖いよ。モンスターが強くなっている。同じ種類のモンスターでも以前はこれほど強くなかった。間に合ってよかったよ。もう少し遅くなってたら、あの兄弟はどうなってたか。あの少女、とても勇敢で昔の姉さんに似ていた。ん？ないない、確かに父さんも怖かったけど、烈海のモンスターとは比べ物にならないでしょ。それに私が父さんを鬱陶しく思ってるのは、厳しすぎるからって理由じゃない。ただ父さんがカカリアの封鎖令を何も考えずに実行したことが信じられなかったんだ。昨日までは人々を守るって言ってた人が、次の日にはそれを諦めるなんて、何が書くんだ。笑わせるよ。父さんは名のある軍人だ。軍人は命令を過度に理解しようとしてはいけない。いや、この話はやめよう。父さんの肩を持つと姉さんは怒るからだ。少なくとも今の僕たちには正しいことをするチャンスがある。はあ、腹が立ってきた。家を出たことは本当に正しい判断だったと思うね。問題は逃げるだけでは解決しない。家を離れてから随分経つのに、姉さんは父さんのことになると怒る。それはまだ過去の出来事にできていないからだろう。姉さんの選択に干渉するつもりはない。ただ逃げるための手段にするのではなく、しっかり考えてから決断をしてほしいんだ。私の選択、すまない、姉さんに説教すべきではないな。いや気にしないで、あんたが何を言いたいのかはわかる。本当だよ。ただもう少し時間をかけて考えたいんだ。まずは目先の危機を何とかしよう。さっきの甲府が言うには、彼女の仲間がここにいるんだってね。辺りを探してみる？ああ、気をつけてくれ。周囲の気温が明らかに下がっている。これは異常現象だ。見たことのないモンスターに遭遇するかもしれない。今以上に注意して進もう。手強いモンスターだった。さっきのガキ二人はどうなったんだか。え？烈海のモンスターを倒したの？どちらとも言えないな。はぐれた一匹を追い払っただけだ。お前たちはあっちの方向から来ていたな。誰かに会わなかったか？兄弟でちっこいのとでかいのなんだか。ならよかった。ずいぶんと遠くまでおったから、二人を置いてけぼりにしたかと思ったぜ。だから君も早くコークの橋に避難してくれ。シルバーメインと遅延で安全な場所を確保している。よかった。あの二人が無事なら安心して避難できる。でもこの先にいるモンスターはすごく強そうで、まるでボスのようだった。気をつけてくれ。情報を感謝する。十分に用心しよう。前方に強敵がいるようだ。二人とも十分に用心してくれ。あのモンスター、キンクの前線で何度か遭遇したことがある。
準備はできたか。行くぞ。待て、距離を取るんだ。この敵、何かがおかしい。え、どうしたの？このモンスターは普段はとても攻撃的で、劣化で遭遇すると激しい戦闘は避けられないはずなんだが、目の前にいるこの個体は僕たちを見ても何もしようとしない。何かの罠なのかもしれないな。そのままの意味ではない。ただこの事態は異常だと思っただけだ。この付近の空気すごく寒い。性格、約束、セーバル。こいつ今喋った。軽率に攻撃をするのはよそ。迎撃する準備をしっかりしてから。この声、ジェパードには聞こえてないか？ジェパード、セーバル、ランドゥ。今セーバルとジェパードの名前を。こいつうるさい。劣界の造物ってこんなにブツブツうるさいの？話している。僕にはめちゃくちゃな雑音にしか。待て、君まさかモンスターの言葉がわかるのか？私たちの名前を？どうして？噂で聞いたことがある。荘厳な人の形をした劣界の幻影は昔日の守護者の意志が凝固した残響だと。噂が本当だとしたら。カカリア、あんたって女は死んだ後も悪影響を残すなんて。今まで起きたことを何とか忘れようとしていたのに、あんたはまた私の前に現れた。カカリア、あんたは大バカ者だ。研究を阻止して生活もぶち壊して、これ以上私から何を奪うつもり？姉さん、落ち着くんだ。あれはただの劣界の幻影に過ぎない。まさか私たちが一緒に過ごした時間は全部偽りだったっていうの？あんたはかっこよく言ったけど、私に説明する義務があるとは思わないわけ？姉さん！ランドゥ、下がれ！約束された新しい世界、貴様らの居場所はない！落ち着くんだ。姉さんがカカリア様に答えを求めているのは分かっている。だが目の前にいる、それはただの敵だ。劣界の中で形成された悪意に過ぎない。そこから答えを得ることは不可能だ。共に戦おう、姉さん。一緒に昔日の幻影を追い払うんだ。もちろん姉さんがまだ過去に向き合えないと思うのなら、僕と彼が代わりに戦おう。姉さんの心のわだかまりが消えるまで。あんたたちは本当にごめん、シェパード。いつも重要な時にあんたに迷惑をかけてる気がするよ。でもまさかあんたが人に葉っぱをかける術を学んでるとは。そこまで言われたら、カカリア、私とあんたの過去をここで清算しようじゃないか。セーバル、セーバ、
いつも邪魔を。気温がだんだん正常に戻ってきているようだ。烈海のモンスターもチリジリに逃げている。今回の騒ぎの元凶は係屋様の幻影にあると考えるのが妥当だろう。これまでに起きた未知の異変も同様のはずだ。何はともあれ、今回の危機は一段落した。君は大丈夫か？さすがベロブルグの英雄だ。君がいなかったら幻影との戦いはもっと長引いていただろう。姉さん、大丈夫か？気分はどうだ？なんだか胸の使いが降りた気がする。それにしてもあいつが消える瞬間すごくうるさかったけど、あんたなんて言ってたか聞き取れた？そうなんだ、あんたは本当に融通が効かないな、カカリア。でもどうでもいいや。この先はもう私とあの女は無関係だからね。今回は本心からの言葉のようだ。本当に執念を捨てることができたのなら僕も嬉しいよ、姉さん。任務はこれで終わりだが、僕はまだシルバーメインや遅延とともに後処理をする必要がある。二人は先にナターシャさんの診療所に戻って、僕たちが救助した怪我人の様子を確かめてくれ。分かったよ。じゃあまた後で会おう。あんたここは弟に任せて、私たちは町に戻ろう。君の旅が病気や苦痛とは無縁でありますように。なるほど、前線の状況は分かった。もちろんこっちも休まずに航空から搬送されてきた怪我人の手当てをしていたわ。とにかく今回は本当にお疲れ様。遅延の力だけではこの騒ぎを鎮めるのは困難だったはずよ。ジェパード自衛官のおかげで被害を最小限に抑えることができたわ。今回のことで下層部でのシルバーメインの評価はかなり良くなっているはずよ。もちろん君たちにも感謝しているわ、開拓者、それからセーバルさん。ちょっとそんなかしこまらないで。活躍したのは私以外の二人だよ。私だけだったら航空の中で死んでたかもしれないし。結構大変だったよね。怪我はしてないかしら、セーバルさん。診察は必要？大丈夫だってば。問題もスムーズに解決できたし、あとはジェパードたちが戻ってくるのを待つだけ。ナターシャさん、ただいま戻りました。ん？この声はジェパード？オレグさんもすでに航空の災害の状況を確認してくれました。彼は今町で人員と物資の調達、そして後処理の準備をしているため、しばらく診療所に戻れないとのことです。騒ぎは問題なく解決したようね、ありがとう。もう少し話をしたいけど、まだ手当てが終わってない怪我人たちを見る必要があるの。そういえば診療所に一組の兄弟がいるのだけど、君たちに助けられたって聞いたわよ。時間があるのなら彼らの様子を確認してみるといいわ。ナターシャさんの提案に賛成だ。あの兄弟の様子を見に行こう。いい子だから薬を飲んで、痛くなくなるよ。でも黒い煙が出てるような。あなたたちは大航空で私たちを助けてくれた皆さんが上層部のシルバーメイン様ですよね。皆さんが助けてくれなかったら、おそらく私たち兄弟は今頃何としても恩返しをしますので、すぐに仕事を見つけて、そうすれば。
けにはいきません。両親がいたらきっと皆さんに恩返しをしようとするはずです。パパとママはずいぶん前にここから離れたところに行ったんだ。遠いからまだ帰ってきてないんだよ。うん、二人はきっとそのうち帰ってくるよ、ジノ。つまりあんたはずっと一人で弟の面倒を見てるってこと？大変だね。そんなことありません。姉として当然のことですから。ただ最近は危ないことが多くて不安になるんです。弟はまだ幼いのに、もし一人で仮想部で生きていくということになってしまったら。いえ、そんなこと考えたくはありません。前任の大守護者様の決断は十数年の封鎖を招き多くの悲劇を生んだ。だがブローニャ様の導きのもと、シルバーメインは未だ果たせずにいる責任を背負い秩序を再建する。その時になれば君はもう自分と家族の安全の心配をしなくてもよくなるだろう。ジェパード様、命はとても重い。ましてや君は弟の分まで背負っている。それはきっととても大変だったはずだ。知能だったな。うん、シルバーメインのお兄ちゃん。君はまだ幼いから姉さんの庇護が必要で当然だ。だが君が大きくなったら、姉さんが君のためにしたことを決して忘れずに、自分の力で家族を守る術を学ぶ必要がある。姉さんに頼られる存在になるんだ。もし誰も助けてくれなかったとしても、君たちは少なくともお互いに対して心を開くことができる。分かったよ。僕お姉ちゃんをちゃんと守れるようになる。ありがとうございます、ジェパード様。チノも私も今の言葉を心に刻みます。本当に、なんでこんな重たい雰囲気になってるの？今日はここまでにして二人をちゃんと休ませよ。弟よ、まだ元気はある？少し話がしたいんだ。ジェパード、さっきの話、あんたの本心なの？もちろんだ。それに一時的な考えなんかじゃない。僕がずっと思っていたことだ。人は常に一人だけで問題に向き合って葛藤を心の中に秘めたままでいるわけにはいかない。他人、少なくとも親しい人に頼ることを学ばないとダメだ。さすがだよ弟。どういう意味だ？明らかに私に向けた言葉を他人を通して遠回しに言うんだね。私に散々本音を隠してるって言っておきながら、あんただって少しも素直じゃないじゃない。だって僕たちは家族だから。よし、気が変わった。計画変更。私はベロブルグに残る。請求列車には乗らない。姉さん、僕はただ心の重荷を下ろして欲しかっただけで、ここに残れと強要しているわけではないんだ。安心して弟よ、これはしっかり考えた上で出した結論だから。あ、いや、考えさせられたと言うべきかな。私はここから離れたいと思っていたけど、それは逃げたいという心理から来ていた。それこそ未熟の証なんだと思う。カカリアのことも家族のいろんなことも、私はいつもややこしい人間関係をうまく処理できずにいた。似たような問題に直面するたび真っ先に逃げていたんだ。でも今日からはこの癖を直していくつもりだよ。だってもう私一人で問題に向き合う必要はないんだから。そうでしょ？ああ。あんたのおかげで仮想部の人たちの状況も目にすることができたし、
突然私にまだできることがあるんじゃないかって、この町に貢献できるんじゃないかって気づいたんだ。ジェパード、それからあんた、最後にもう一つ二人にお願いしたいことがある。ごめんごめん、保証するよ、これで最後だから。私、性格を見に行きたいんだ。カカリアが死んだ場所を見てみたい。わかった、一緒に行こう。あ、その前に一度からくり工房に戻ってあるものを取ってきたいんだ。あんたは先に行って待っててくれない？大丈夫、弟が一緒だから無事にたどり着けるよ。後で会おう。ここ本当に寒いんだね。このデカブツが性格の拘束装置。昔の人はここまで複雑な技術を持っていたんだね。そうか、カカリア様はここで亡くなられた。へえ、死に場所を見つけられてよかったじゃないか。ここに来たのは特別ライブをやるため。この歴史的なショーを二人に見届けてほしいんだ。場所があまり良くない上に機材も簡素なのは多めに見てほしい。ステージに上がる時間だ、姉さん。見ろ、カカリア！絶対に目をそらすんじゃないよ。なぜなら私は、もうあんたの影の中で生きることはしない！どうだ、姉さん。すっきりした。唯一残念なのはあいつの顔が見られないことだよ。本当に残念だ。よし、やるべきことは全部終わった。二人ともありがとう、ずっと付き合ってくれて。今夜はゲーテのところに行って打ち上げパーティーをしよう。だったら姉さんのおごりだな。おや、来たんだね。トコ冬の城はトアにそびえ立つ。